ヒーサーの動画です。今日やるのはこちら、マキタ充電式ジグソー JV184 でご紹介させていただきます。よろしくお願いいたします。はい、簡潔に言うと安いの出ましたっていう形になります。まあ、インパクトドライバーとかね、レシプロソーかとかもそうなんですけれども、いやいやそんないいのマジで求めてないんですけどっていうのがあると思うんですけれども、まあ、マキタさんはそれを叶えるべく比較的安価なものも出してますよ。いやいいのはいいので必要な人いるんで、ちゃんとしたのもうね、ザ・マキタっていうのを作っておきます、ドーン出しといて、そんないらないっしょって人のために、まあ、安価版をね出すっていう形でね、そこにジグソーが出てきたというわけで、非常にありがたい、ありがたい、出ました。これも非常に売れそうな機種となりそうです。AC 機っていうのが5機種発売してるんですよね。こちらご覧ください。4350FCT、4350FT っていうのが、ぶっ飛んで高額なんですよ。これはザ・マキタ様ドーンってやつで、まあ、なんだかんだでいっぱいあるものの、うちだとですね4329っていう方が一番売れます。これはやっぱ買いやすい値段だし、いやそんなねジグソー振り回すわけじゃないし、でもちゃんとジグソーでしょって言って、みんなが使ってくれるのが4329なんですけれども、じゃあ、充電式の話しましょうって言って、じゃあ 18V 機これ何がありましたって言うと、 JV182 で、価格がこちら、高い、非常に高いね。じゃあ新発売のこの機種、はいどうぞ。はい、というわけでがっつり価格が下がっております。素晴らしいですね。まあ、定価はこちらなんですけれども、まあ、実質販売価格で2万円しないような、価格で手が届く工具ということで、非常にね揃えやすい工具が発売となりました。ね、じゃあ定価で1万5000円も下がってんだから、これ粗悪品なんじゃねえのっていう声もあるかと思うんですけれども、マジでこれ十分でしょっていう能力がかなり備わっておりまして、ちょっとこの辺をね、ざざっと説明しましょう。まず切断能力、これは、上位モデルと、遜色がない能力となっております。で、安全性備えております。バッテリーを挿しました。じゃあトリガー引きましょうって言っても動きません。ここですね、ロックのこのオンオフがついてて、まあ、ライトつきましたけど、これを解除した状態じゃないと動かないよっていう感じになります。まあ、切断系によくあるこの2段階スイッチにちゃんとしてますよっていう感じになってますね。スピード調整ダイヤル付き、0から、3000回転の分で、変速します。ちなみに相手部材によって適した回転数がありますので、一応ここ貼っておきましょう。はい、こんな感じですね。はい、さらに、ソフトノーロード機構というものが搭載されてまして、ジグソーで、切るときに、じゃあこう部材がこうあって、こう乗っけて切るぞってときに、まあ、切る前にこう刃がこうやってね、前後する、上下すると思うんですけれども、こう、スイッチガーって入れて、グワーって動いてるのに、おお、どこに行けばいいんだ、どこに行けばいいんだってなると思うんですけれども、これはですね、そのソフトノーロード機構っていうのは何かっていうと、今その変速が、ここで変速できるんですよ。ここで、1から5っていうんで、1だとこれこのまま行きましょう、2、3で、3から上げていくのを見ててください。3からこれ今3から5まで上げたのに回転数全く変わらなかったじゃないですか。これがそのソフトノーロード機構ってやつで、空回しの状態だと1400回転までしか上がってないんですよ。1と2は1400以下なんで、回転がファーッと上がっていって、ここで1400に達したんで、いくらダイヤルを上げても上がんないんですね。で、相手部材にガッて当てた時に、まあ、負荷がかかりますよね。負荷がかかったところで回転数がギャーって上がっていくんですよ。それで、設定したその3の回転数なのか、4の回転数なのか、5の回転数なのか、そこまでガッと上がって切っていきましょうっていう、これがそのソフトノーロード機構ってやつになりますね。ちなみにこの今の最初のゆっくり1400回転で部材に当てた瞬間にガッて上がっていくこの機構がうざいって人はオフにもできますんで、その辺は説明書を見ながら設定していただければいいのかなと思います。持ち方を変える際に、じゃあジグソーをこうやって円で切ってって、ここまで来て、あら手が反対になっちゃったって時にどうしましょうってことなんですけれども、スイッチ入れてこれか、これを押す、やっと離してもオンなんで、こう来たら
手を離してもオンのままってことですね。そのまま持ち帰った時に便利なロックオンスイッチがね、ついてますよってことになってます。はい、ちょっとねこれ説明書に書いてないんだな。ここに今透明なその防塵のカバー的なものがついてるんですけど、これはですね結構強引にこうパキッと外してください。まあ、先端の方が爪でこう引っかかってるんで、こっち側をこう持ち上げてあげるような感じでパキッと外れるんですけど、これ外れましたね。外れました。外さなくてもね、強引にやればできるっちゃできるんですけど、これワンタッチで、工具レスで刃を取り付けることが可能でして、先端のこの黒いレバーのところをですね、こう、くるっと、これちょっとしか動かないんだな。このほんのちょっと動かすだけで着脱が可能っていうことなんで、刺す前はこれしか動かないんですけど、刺すとグッといってすげえ戻るみたいな、なんか面白いな。結構硬いな。でも慣れればいいんですかね。まあそんな感じで、こんな着脱の方式で、まあ、ワンタッチでできるっていうのは非常にありがたいかなと。でまあ今こんな感じで取り付けができました。はい、もう一つすごい機構が備わっております。ストレートギアはもちろんオービタル切断も可能です。ってことで、今この刃がこう上下するところを見ててください。はい、当たり前ですね。上下上下ってこう高速で動いてますけれども、ですね、ここのレバーをですね、まあ、1、2、3段階あるんですけど、まあ、目いっぱいマックスにしましょう。3、これオービタル機構です。いきます。ちょっと分かりづらいですね。負荷がかかるともうちょっと分かるんだと思います。今こうえぐり切るような動きになるんですよ。これが3段階調整できます。だこれによって、まあ、ジグソーでね、精密な作業をしたいって時は上下だけでいいと思うんですけれども、グワーって切りたいよって人はそのオービタル機構っていうのをね変更していただくことによって、より早く切れますよという機構が備わっております。はい、続きまして、ベースの傾斜可能ですってことで、ありがたいんでね、ここにちゃんと六角棒が備わってて、この六角棒を使ってですね、このベースの底にネジがついてるんですけど、これを緩めていただくことによって、こうやってベースを傾斜させていただくことができるとなっております。でこのベースをですね上下させることによってこう左右に振らなくなったりしますんで、まっすぐ、90度180度に、合わせるのは容易にできますので、そこはご安心ください。はい、続きましてカバープレート標準付属ってことで、ケースから出した瞬間実はこの鉄板の状態じゃなくて、このですねカバープレートっていうものが装着された状態でケースからで、だから最初買った時こういう風になってます。これ何かっていうと、化粧剤とか、切る時に相手傷つけたくないじゃないですか。そういう時はこのプラスチックのこれねつけていただければ傷つけないでいいですよとか、あとはですね本当はこれですね、ハグチータっていうのも最初から入ってて、これ滑らして取り付けできるんですけれども、まあ、今ハグチータつけてちょっと刃もつけてみたんですけれども、ここの隙間が全くなくなったんですよね。なので、まあ、これでですね、毛羽立ちを防ぐような効果がありますってことで、ハグチータも標準付属されております。なかなかいっぱいついてるのすごいんですよ。はい、本体のみだろうがフルセットだろうが買うと、こちらのプラスチックケースがついてきます。でこれを開けていただくと、まあ、こういった感じで、あ、ジグソー入ってますね。で、フルセットだったら、まあ、充電器とかが入ってて、結構スペースあるんですけれども、あれこれなんだろうって思った次に、ここにこんなのが入って、お、なんだこれっていう、これ。はい、じゃあこれですね。これね、単品チラシに歌い文句書いてないの。これもったいないですよ。ちゃんと説明しないと。まあ、お分かりですね。ここに口がついてて、ここにこう刺していただくと、はい、じゃあまあ囚人してくれっていうことですね。バッテリーをつけても干渉しないような角度になっております。ただですねこれ気になったのが、これですね今これなんだとかって、これ、まあ、フロントカフス24とかって部品なんですけど、海外のマキタさんの工具をそのまま国内に持ってきた時にくっつけてる口なんですよ。だから国内と海外で囚人の口が違うんでしょうね。まあ、それでこれついてて、まさかのこれもですねこれはめろっていうことですね。でパイ数変えろ、だからこれあれですかね、海外でこのジグソーありましたっけ。ちょっとすみません、私調べたんですけどちょっとあんまよく分かんなくて、囚人の口にはこれちゃんと標準付属でついてますんで、これをこうはめていただいて、皆さんお使いの28倍の5メーターかな、ホースがここにガポッと入るような仕組みになってます。はい、というわけで
けで、長きにわたり語ってしまいましたけれども、なかなか火の打ちどころがないと思いませんか。ツッコミどこなし、素晴らしい。ね、安くしたし、で、なんか、すべての機能備わってんじゃんみたいな。あ、私言ってなかったですね。これ言った方がいいでしょうね。ちゃんとブラシレスモーターでーすってことだし、AC 比、AC 機比較でね、40何とかパーセント、切断スピードアップとかね。もう完璧でしょうと。はい。で、その JV182D っていう、その、もっとね、高級なやつある、1万5000、定価が高いやつあるじゃないですか。これね、上位といえども、もうこの機械、7年だったかな ?8 年ぐらい前の機種なんですよ。まあ、そのね、時代の進化によっては安価なのに、ここまでね、性能を持ってきたっていう工具となっております。はい。というわけでですね、弊社の方には結構入ってきましたね。手に入れることができましたので、オンラインストア、並べさせていただきました。もしよかったら、ポチッとなしてみてください。はい。以上、秀久の動画でした。お付き合い、ありがとうございました。